船长，米奇，我不是下过命令吗？让开！退后！退后！都亏有你。 道路开通，拦截八路听命令！调转枪口，拦截八路，快点！ 頼む、こっち運べ。巡査、追ってきました。比我想象的快了一点。巡査殿、すべての関所にボタが踏まれており、列車が動きません。撤退できません。 那我说，苏东东的服务你为什么要上休息室给他们打死他？刘备，你干嘛？你干嘛？你敢打我？我打的就是你！打的就是你！ 我早就是李家的五姑娘了，但是如果真到了您说的那一天，我是绝不会让您落在日本人的手里。我用我两条性命换您毫发无损，因为我是您妹妹，杀父之仇不共戴天，杀父之仇不共戴天。
四儿活着，四儿活着，四儿活着呢吗？还活着，活着呢。看见没有？在哪儿呢？那房子，窗户里。我看见了，活着的四儿。别乱啊！别乱，焦住，注意隐蔽，都别乱。 机会，机会什么机会？把钱给我！你这害死他！机，立了多少鬼子，打一两个有什么用？ 長官の副官です。炭鉱襲撃に失敗しました。激しい狙撃を受け撤退せざるを得ず、山田長官も戦死しました。残った者は率いて真田長官の判断を仰ぐに来ました。よし、やめろ。待て、河北の戦場は我々の席とも待っている。任務を果たしたのか？ 走！歩け！八郎に電報をくれ。
五六七八。啥？48時間以内石炭を約束通り徴用駅まで運ぶ。もし48時間のうちに我々が石炭の運搬に失敗した時、ビスを射殺し、同時に全力を持って石炭鉱を落とす。たとえ最後の一片になったとしても、死守するべし。徴用指揮官真田武志。走くべ。何ですか？自分がやります。体力の温存を、戦いが迫っています。どうでしょうか？具合はどうです？よし。
中佐、最後の一両が出ましたよ。中佐、匂わないか。何が？焦りの匂いがプンプンする。長沢、忍耐は裏切らない。中佐、どうぞ。そこに置いてくれ。中佐、言いつけ通りに軍医に命じてあの女に強心薬を打たせました。このまま八郎が現れなければもういくらも持たないでしょう。しかし本当に女一人を救うために八郎が来ると思うんですか？貴様は奴がここに来ることを信じてないみたいだな。信じてないわけではありません、中佐。ただ単純に我々の残された全ての望みをこの女一人の身にかけてしまうことが、これではあまりにも狂っている。我々に他の選択余地があるというのか？確かにそれしかありませんね。長沢、
我知道了，是不是张三那小子欺负你了？没事啊，爹拿棒削他。跨回去就没事了啊。今何時か分かりますか？ダトン方向からの列車は6時15分に来る。じゃあ我々もう撤退してもいいんじゃ。先輩、真田中佐はちょっと大げさなんじゃないですか。大げさどころじゃすまねえよ。中佐はもう行かれとるわ。ただの中国人にそこまでさせるだけの力が。うるせえぞお前ら。车站四周佯攻，开枪，放鞭炮，分散敌人的注意力。你一个人目标小，我命令你就处理司同志，给我活着回来。この列車が行ったら三台と交代の時間だ。少し休めるな。もしもし。了解。中佐、八路の主力が移動。現在、我らの線路に奇襲をしています。中佐、きっともう奴は来ませんよ。
誰もおりません。追え、探せ。おい、椅子を死なせるな。はい、山田正太、ここを指示しろ。世道乱，世情。
道为什么不打你的头吗？因为我要把你的头完完整整的割下来，玻璃丝一起挂在天桥上。我要让你们看到八路把我的妹送来，我会把你俩的头一起带回日本，做一个完整的标本，每天看着，这样我的生活就有了意义。将一丝绸之计，咱干啥事都轻飘的。赶紧起来，地上凉，别冻坏了啊！赶紧的，再来点。老三，啊，起来！你们干啥呀？赶紧给我起来！啊。洗了碗了，鸽子汤可没了啊！后来啊，有人说贼九没死，他随着大军南下了，进了城，做了大官儿。也改了名儿，不叫贼九了。可还有人说，说他回到了二道坎子，在偏头岭上开了两亩地，一亩种高粱，一亩种烟叶，还带着一群孩子。不少，正好十个。
当有人问我活着为什么，我只能说为了一句承诺。我曾经对自己说要让你快乐，带你翻过大山大河。每当有人问我什么是老婆，我只能一笑而过，默默闪躲。因为我从没试过，如果没有你，我还有什么选择？这辈子我连你的手都没牵过，可我却对自己说，你是我的老婆。为了你，我可以一无所有，只要让我默默在你左右。这辈子我连你的手都没牵过，可我一直等你白了头。为了你，我可以放下所有，让人爱着恨着。